回はですね、前々回に挙げた、薬を減らすきっかけの動画の続きとの続きをちょっとお話ししてみたいと思います。前々回の動画で、言いましたように、薬を減らそうという今、全体的に今飲んでる薬をもう、最終的には全部減らそうと思って全部減らして全部なくそうと思ってるんですけど、とりあえず今はサイレースの減薬に取り組みます。で、そうですね、複数の薬を飲んでる場合に、同時減薬というのはしない方がいいと思います。僕の経験からですけど、僕一応今4種類飲んでて、前は5種類飲んでたんですね。で、その当時、減薬しだした当時は、あまり知識もなかったので、2つの薬を、同時に減らしたりとか、こっち減らしてでまたこっち減らして互い違いにですね、2種類の薬を、こっち減らしてちょっと休憩してでまたこっち減らしてみたいなことをやってたんですけど、それはねあんまり良くないなと思いましたね。減らしにくいというか、離脱症状を一番感じるのは、ベンゾジアゼピンなので、ベンゾジアゼピン、僕今ベンゾジアゼピン系の薬を2種類飲んでて、その他に SSRI1 種類とで、レスリンっていう薬を飲んでるんですけど、一番減らしにくいのがベンゾジアゼピン系の薬なの で、僕はランドセンとサイレスという薬を飲んでるんですけど、今はサイレスの方をに集中して、ちょっとずつ減らす形で減薬してます。で、僕の経験からなので、なんか医学的な根拠とかそういうのはないんですけど、同時減薬っていうのはね、あんまりしない方がいいと思いますね。その調子が悪くなった時に何が原因かっていうのが分かりにくくなってしまうんですね。ベンゾジアゼピン系の薬はたくさん出てて、でそれぞれに強度も違いますし、半減期っていうんですかね、薬を飲んで、効き始める時間ですね、それが、サイレスの場合は10分とか15分ぐらいですかね。で半減期っていうのは、その血中の濃度が半分になる、時間ですよね。それがサイレスの場合はどうかな、18ぐらいだったと思うんですけど、ちょっと覚えてないんですけど、多分18時間ぐらいだと思うんですけど、メイラックスとかみたいに超長時間型、300時間って何日ですかね、240時間って10日ですから、すごいね、10日間以上その体内に、体内濃度が半分以上になるっていう薬もあるんですよね。だからそういう薬っていうのは離脱症状が遅れてドーンってくるので、その時に2つ一緒に別の薬も減薬したりしたら、何が原因で体調が悪くなったっていうのが分からにくくなるので、1つずつ減らしていった方がいいと思いますね。で、どうしても2つ減らしたいっていう場合は、1種類減らしてちょっとステイ期間を長くとって、そして違う薬に移っていった方がいいと思いますね。で、僕の場合はランドセンが、抗うつ薬として出されているのかな。ランドセンが抗うつ薬で、サイレスは睡眠薬なんですね。で睡眠薬と抗うつ薬とどっちを先に減らすかというと、抗うつ薬を減らした方がいいと思います、本来は。僕はいろいろ事情があって、自分の考えもあって希望もあって、サイレスから自分
分で減らしてるんですけど、まあ、サイレースというのは睡眠薬なんですね。で、睡眠薬ではない方を先に減らした方がいいと思います。どっちにしても薬を減らすと、睡眠の質が悪くなるので、その時にね、やっぱり睡眠薬の方を置いといた方がいいと思います。抗うつ薬の方を減らしていった方がいいと思いますけど、まあ、僕は、サイレスを減らしていって、まあ、ゆっくりゆっくり減らしていったら、まあ、サイレス、まあ、僕の場合に限ってですけど、まあ、サイレス、睡眠薬のサイレスから減らしていっても、まあ、あんまり、まあ、僕の場合はそんなに大きな影響はなかったかもしれないですけど、まあ、原則としては、まあ、睡眠薬と抗うつ薬、抗精神薬を飲んでいるとしたら、まあ、睡眠薬を置いといて、で、抗うつ薬を先に減らした方がいいと思います。はい。まあ、その辺もまた、いろいろ情報を集めて、自分で判断していかんとあかんのですけど、そうですね、睡眠薬は置いといた方がいいと思いますね。はい。で、まあ、最初の、まあ、前々回の動画の続きなんですけど、まあ、サイレスに疑問を持って、で、まあ、薬を減らしていかなあかんなという考えに至って、まあ、全部いろいろ調べたんですね。で、調べたんですけど、まあ、調べていきつつもう減らしてしまったんですね。全部、まあ、今でもその薬のこと全部分かってるのかというとそうでもないんですけど、まあ、上辺だけやと思うんですけどね。でも、まあ、いろんなことを、調べきる前にもうサイレス2ミリ飲んでたんですね。最初2ミリ、今の基準の倍ですね。2ミリを、いきなり、2ミリをですね、半年ぐらい飲んでたんかな。で、それを2ミリをいきなり1ミリにしたんですよ。2錠飲んでたやつを1錠にして、で、まあ、最初はそんなにどうもなかったんで、まあ、いけますわ、と言って、担当の先生にも言ってたんですけど、まあ、やっぱりね、まあ、いきなり半分にしてしまうと、まあ、やっぱりね、すごい離脱症状が来て、まあ、まず眠れなくなるし、そうですね、僕の場合ですけど、まあ、眠れなくなって、で朝起きた時になんか動悸がするんですよね。で、悪夢もよく見るし、で、まあ、そんな状態なんで昼間はイライラするし、で、感じでね、そういうどん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 悪い感じになっていって、結局その2ミリを1ミリにしたことで、仕事を、その時やってた仕事を辞めることになりました。はい。どうかな、まあ、それだけが原因ではなかったかもしれないけど、まあ、でもそれが原因やと思いますね。まあ、半分に減らしたことが、はい。で、まあ、僕は Facebook とかで他の人の話とかも聞くんですけど、やっぱりね、まあ、ベンゾジアゼピンだけではなくてパキシルとかね、パキシルとかすごく減薬しにくいので、まあ、デパスもしにくいですけど、まあ、そういう薬を急激に減らすことで、簡単にね、体調がもうガタンと落ちてしまって、で、仕事とかね、まあ、学校行ってる人は学校も行けなくなるから、仕事とかも簡単にね、できなくなるんですよ。で、まあ、休業できるね、会社、大きい会社で、休業とか、1年間休業とかね、できる人はいいんですけど、まあ、小さいところに勤めてたりとか、まあ、自分で仕事を自営業とかやってる人だったら、もう簡単にね、仕事ができなくなるので、そこはもうほんまに気をつけてほしいなと思いますね。やっぱり、仕事っていうのは大事なので、減薬するにしてもね、仕事ができる程度の、まあ、どっちにゆっくりゆっくり減らしても、どっちにしても離脱症状というのが出るんですけど、まあ、仕事を続けられるような仕事を続けられる程度の離脱症状に収めとかないと、ね、
やっぱり収入がなくなったらもう大変なことになるんで、まあ、あの特にねローンとか組んである人だったらもうほんまにもう死活問題っていうのかな、えらいことになってしまうので、 あんまり、ね、あの軽々しく減らさない方がいいと思います。だからほんまにほんまにゆっくりで、ゆっくりすぎるぐらいゆっくりっていうふうにした方がいいと思います。はい、あの無理やり減らしてしまって仕事を辞めてしまうと、またそのこともまたすごいショックになるしストレスにもなるのでね、はい、あの、まあ、仕事を辞めてる人とか休業、ね、会社休んでる人とかっていうのもザラにいるのでね、はい、あの、まあ、大変なことになるので、そのことをまあ、あの、十分あの考えて減額するときは、まあ、今働いてる人でね、あの減額する人はあの十分考えてやってほしいと思います。で、あと、まああの、まあ、女の人で、まあ、結婚してる人とか、まあ、家庭の主婦とかです、主婦とかですね、まあ、結婚されてない方でも、まあ、家にいてて特に、まあ、働かなくてもいい状態の人ですね、まあ、男の人でも、まあ、もう定年して年金もらってるとかっていう人やったら、まあ、あのそういう体調がガーンと落ち込んでも、まあ、食べてはいけるので、まあ、いいかもしれないですけど、それでもね、あのもうほんまにね寝たきりみたいな感じになってしまうんですよね。それ、まあ、僕がサイレース半分にした時なんですけど、まあ、ほんまにねもう土曜日曜なんかもうほんまに寝たきりで、あの何もする意欲っていうのが湧かないんですよ。あの遊びに行きたいとかそういうことも思わないですしね、もうほんまに布団の中でゴロゴロしてて、でゴロゴロしてるからって言って休めてんのか体が休めてんのかっていうとそうでもなくて、もうほんまにね、まあ、まあこう言ったらあれだけど、まあ、まあ生きる屍みたいなね、ほんまにもう生きてんのか死んでんのか分からへんような、もう自分でもよう分からへんような感じの状態まで落ちてしまう場合もあるので、そこはね十分注意してほしいなと思いますね。もうそれはもうほんまの時間の無駄になってしまうので、はい、まあ、あの薬ね、早く薬抜きたい、薬減らしたい、やめたいって思ってる人は、まあ、一刻でも早くやめたいと思ってるのは分かるんですけど、もう僕もそうやったんでね、あの分かるんですけど、結局無理に減らしてしまうと、結局遠回りになってなるし、まあ、仕事なくしたりとか学校行けなくなったりとか、そのリスクが高すぎるのでね、はい、最初はね気合とか根性でなんとかなるやろうと思ってる人もいるかもしれないですけど、気合とか根性でどうにもならないですから、はい、期間も長いですし、辛抱にもねもう限界がありますから、やっぱり耐えられないぐらいも体調バーンと落ちてしまうと、ほんまに仕事もできなくなるし、まあ、学校行ってる人で学校も行けなくなるので、まあそこは十分考えてほしいなと思いますね。はい、まあ最初そうですね、だからまあサイレスやめ、僕の場合はサイレスやめたいなと思って、でまあ2ミリ2錠1ミリ2錠飲んでたやつを1錠にしたら、まあまあ寝たきり状態ですね、まあそんな感じになって仕事を辞めざるを得なくなったっていう話ですね。まあそのサイレスがこの薬やばいなって気がついたまでは良かったんですけど、そこからもうちょっと調べてから減薬始めるべきやったんですよね。だからまあそういう経験もあるので、まあなかなかね全部伝えることは難しいですけど、まあね、これからやろうという人はそういう失敗してほしくないなと思って、まあ、できるだけねなんかそういうのを伝えられたらいいなと思ってるんですけど、はい、まあ薬やめたいと思ってる人は、まあそのやめたいと思う気持ちはいいんですけど、まあちょっとその待ってよく調べて、よくよく調べてから減らしてほしいなと思います。はい、まあそんな感じで、まあ、僕の、まあ、最初のね
原薬、まあ、ただですね、1ミリに減らして、今調子悪くなって戻したかというと、どうだったのかな、戻そうという気にはならなかったですね。なんか、まあ、今の僕の知識、持ってる知識で、そういう状態になったとしたら、すぐに量を戻しますけど、その時はもうせっかく減らしてんからもう戻さへんっていう、なんかちょっと固くなるような気持ちになってて、まあ戻さなかったですね。で結局半年ぐらい、まあ半年から1年ぐらいかかったかな、はい、半年から1年ぐらいで、まあ、まあまあ気分的に元に戻りましたけど、状態もね、ただベンゾジアゼピンで怖いところは、まあ、離脱症状、僕の場合は不眠とかなんやかんやそんなんやったんですけど、手がこうぶわー震えるとかね、あとはなんか耳鳴りがするとか、舌の味がなんかおかしくなるとか、目がなんかこう眩しいとか、なんかね、もういろんな離脱症状があって、でそれが出て、でそれがまあ例えば僕のように半年経って元に戻ればいいんですけど、戻らへん人もいてるんですよ。たくさんいてるんですよ。それね、でもいつ戻るかも、もう医者もわからへんし、誰もわからないんですよ。もう待つしかないっていう感じで、それでもう2年3年って経ってる人がよくいるんですよね。それってもうすごいもうストレスじゃないですか。例えば2年経ったら戻るとか、3年経ったら戻るってまだ分かってたら、まだね、あれ、なんていうのかな、希望があるけど、2年待っても3年待っても戻らない、いつ戻るか誰もわからないっていうのは、これはもう大変なストレスやし、もう希望もね、やっぱ心も折れてくると思うんですよね。どうしたらええねんって、もう薬を戻してもですよ、薬の量を戻しても、その一旦出た症状が戻らなくなる、なるので、それはね、まあ、そういうのがあるので、そういう例珍しくなくて、そういう人いっぱいいるので、本当にね、くれぐれもベンゾジアゼピン系を急にダーンって減らすことだけはやめてほしいなと思います。僕はまあ、2錠から1錠にして、まあ、1年ぐらいもうほとんど死んでましたけど、まあ、それで、まあ、死んでたけど、まあ、また1年ぐらいで元に戻ったからね、まだ運が良かったとしか言いようがないですね。それはもう何もその時知識知らなくて、でそれからそれでガーンと頭を打ったから、一回頭を打ったから、またそこから自分で勉強して、いろんな人にも聞いたし、本も読んだし、ネットでも調べたから、まあその時よりもまた知識はついたけども、まあ戻ったから良かったようなものの、これが2年3年って続いてて、まだ症状がこう手が震えるとかね、目が眩しいとか、耳鳴りがずっとしてるとか、そんなんが消えへんってなってたら、もうね、でそういう状態の人は散歩とか運動するためにね、散歩とかすることも辛いっていうぐらいの状態の人もたくさんいるんですよ。だからね、本当はなんていうのかな、体調を整えるためにちょっと運動したとかした方がいいんですけど、まあ、散歩すらも辛いっていう人がたくさんいるので、まあ、そういう状態になるとね、やっぱり辛すぎるので、本当にもうまあ、ベンゾジアゼピンを減らすときは、まあ、パキシル、 SSRI のパキシルなんかもそうなんですけど、まあ、十分情報を集めて、でくれぐれもゆっくりゆっくりね、で時々ゆっくりゆっくり減らして、で時々はステイして、自分の体調と相談して十分ステイしてええかなと思ったら、まだちょっと減らしてみたいな感じでね、本当にちょっとずつちょっとずついかないと大変なことになるということだけは間違いないです。はい、まあそんな感じでね、僕の最初の、まあ、原薬の失敗談という感じで今日は話しさせていただきました。はい、またそうです、ね、なかなかね、個別 に何かこう質問とか聞かれても答えられることと答えられないこともあるんですけど、まあなんか質問とかあったら気軽に書いてもらったらいいと思います。
なんか答えられる範囲で答えられると思います。はい、まあ、そんな感じですかね。はい、今日の動画は、最初の原薬の失敗談でした。はい、また、チャンネル登録もしよかったらお願いします。そしたら今日はこれで終わりたいと思います。